です。世の中が日常を取り戻し、いつものようにレッスンができるようになり、たくさんの大会やイベントへの参加もできるようになりました。多くの方々に支えていただき、このステージに立てること、そして仲間とここに立てる喜びを感じて精一杯演技をします。テーマは僕のもと。それではどうぞ。僕と君にとっては何か違う、同じ生き物さ、分かってる。でもね、僕は何かに怯えている。みんなもそうならいいな。がむしゃらに生きて誰かを笑う、悲しみ切るには早すぎる。いつも僕は自分に言い聞かせる。明日もあるしね。